ディフェンスの説明はいいな。大野さん、前にザーッと当たった人はちょっとディフェンス以降教えてあげてください。で、あと、子供たちと当たった人もディフェンス以降教えてあげてください。1分間で回していきますんで。で、その間、他のところは、相手にダメージが当たらないようなマスボクシング、マスキックボクシング、マスキックボクシングでいいや。キック感じで、で、いきましょう。いいね。はい、じゃあもう一回ちょっと整えますね。中心からこっち4組、中心から向こう4組。はい、じゃあ行ってみましょう。で、前田さんが打ち合い やってみたいっていうところだったり、女性同士当たった時なんかちょっと打ち合いやってみてください。さあ行ってみましょう。1ラウンド目、よーい、スタート。
チをするじゃないですか。僕が作ってもらっていいですか。これ、ムエタイの禁止してるんです。人なんですか、サインなんですか。そう。でも、しっかりここはね、前半ぐらいまで OK で、指定になったんですけど、危ないから押し込んでるんですけど、よく触れてよく触れて、いいよ、そこまでいい触れて、ムカついたらやるって言うんですよ。あー、ずっと捨てちゃうんですよ。ドンボディも良かったし、へぇー、あと20秒これね、やってみますちょっとでも、反則取られない程度に。あもう一度頑張って。はい、最後これを飲めよう。スタート。じゃあこういったらこっちに寄って、でこういったら。じゃあ今度は交互に行かないかな。どっちが来るか分かんないからね。ここからフリーレマスパイが入ってきます。フリーレマスパイが入ってきます。